フラワンダフルライフ、皆さん今日も植物色の毎日やってみよう。はい、店長、はい、今日は何を教えてもらえるんですか？はい、すっかりね夏らしくなりました。なので今日はちょっと涼しげな一鉢を実際、植えてみたいと思います。はい、タイトルズバリこれ、ポトスで作る誰でも簡単に作れちゃう涼感リングバスケット、こっそり教えちゃいます。本当に簡単に作れて涼しげなの一鉢、これビヨーン、見える？映ってる？映ってます。これ、こういうの涼しげでしょ、とってもね。これ作れちゃいますからね。しかも簡単なんで、本当はね、なんかね教えたくないぐらいね、もう簡単なんですよ。でも本当、みんなチャレンジできる一鉢なんで、今日これやってみましょう。用意するものはね、これもシンプルです。で、ポトスのライムを4ポットで、このポトスの、まあ、布の入ったやつね、マーブルとかその辺のやつも、これ4ポット、はい。あと、シャムオリズルランね、これもね、定番の観葉です。これ2ポット、あとは、鬼塚でも定番ですね、大好きなトラディスカンティアラベンダー、これね、これも2ポット、もうこれだけでいけるので、ね、あとはリングバスケットが1つ、あと水苔、土、これでいけます。はい、作り方はね、前回の、リング、サマーリングかな、あの時にやったのと一緒です。ここに出てるかな、今作り方ね、4つずつ、今日メインの4つずつがポトスなんで、それ4つずつでしょ。あと、シャモリズルランとトラカンね、トラカンはこう分けて使うから、それだけですからね、植え方っていうのは基本的には一緒です。はい、まず、土をね半分ぐらい入れます。お、ぐるーっと半分、観葉植物の土、これがベストだと思いますけど、ま、今ね、今日の土はね当店で販売してる培養土ですね、これを半分ぐらい入れて、あとは、この図のようにね、図のようにね、4本ずつまずは A と B を配置します。 A のポトスライムね、これ1本目からね、上下があるとしたらこっちが上ね、もうこれ4つずつ配置するだけ。はい、1本目ね、はい、次2本目は、向かい側ね、向かい側、これも基本です、向かい側ね、1本目、2本目、ここね、はい、2本目、はい、この要領で3本4本でいきます。はい、続けてマーブルをまだ間にね4本入れていきましょう。いきます。これだけでね、もうほぼほぼ出来上がってるぐらい綺麗な涼しげなね、ポトスだけでもいいぐらいですね。で、あとこれはこれの間に、それぞれのね、あとトラカンとシャモリズルランを、間にね、入れていくだけですね。はい、じゃあね、オリズルランとかね入れる前に分けれるだけ分けましょうかね。ポット外してね、分けれるとこ見て、おね、きれいにこれ株分けできるから、ちょっととりあえずね分けれるだけ分けてみましょう。3つ4つかな、3つぐらい分けとく先にね、よいしょ、いいですね、分けやすいしね、使いやすいしね、丈夫だし、色は涼しげでいいですよね。そしてよいしょね、こうして分けました。トラカンも分けますか。トラカンももうおなじみですね。はい。ね、これも適当に、まあ、何本って縛りもないです。ね、かなりね複数本刺してるので、分けてとりあえずパーツを作っときましょうか。そしてね、お。
適当にね。であとは本当にここからは寂しいかなと思うところに、どんどん差し込んでいく感じなのでね、分けました。分けたパーツができた。はい、そしたらね、今この状態ですけどね、間もう少しだけ土入れましょうかね。パーツをちっちゃくしたので、一旦、間もう少しね、少しずつだけ土入れときましょう。少し土入れときましょう。こうしてポトスのね、それぞれの間に少し土上げて、底上げしときましょうか。はい、これぐるっと一周。はい、底上げしました。ここにじゃあ今からね、分けたパーツをもうランダムです。ランダムで入れる方がかっこよくなると思います。間に差し込む、はぐみするね、いいね、いいね、これもそうね、この辺かななんてとこに規則だ ね。トラカンも一緒、トラカンも一緒ですね。寂しいかなとかって、ちょっとこの辺欲しいかなってとこ入れるだけ。ほコツはあんまり飛び出さないことね、こっからね、外側に、ね、この中に収めてあげましょう。ほまだいるかな、お低かった。いいね、まあ素敵。ほらどこかな、どこかな、どこにもないとこあるかな。ほい、まだ行く。本当適当なので差し込む場所はね、はい、お、どう、どう、はい、はい、大体差し込んだ状態です。この状態。ね。横から見るとこういう感じ。はい、あとはもう手順通り、手順通りね。手順通り、土入れましょうね。土入れて、まずはぐるーっと一周土入れましょう。ね。土ぐるーっと一周。ね。はい、早送りで。内側もぐるーっと一周です。はい、早送りで、ね、こうしてしっかり指を入れて、間それぞれの間に一度は指をこう入れてください。穴が開くところに土を足しますね。指を入れてください。指入れていって、あ、ここ穴が開きます、ここ穴が開きます。穴が開くところに土入れますね。これをぐるっと一周です。はい、はい、ここからは、あと仕上げですね。仕上げ、水苔ね、苗とか土が出てこないように水苔をするんですけど、これもね、手順通りいつも一緒ですね。棒状にしましょう。棒状に、棒状にして、まず土と一緒ね、外側ぐるっと一周、ここね、キュッキュッキュッてこう入れていきます。キュッキュッキュね、外側ぐるっとですね、よいしょ、棒状にして、棒状にして、キュッキュッ
ュッキュッて詰め込む感じね、このフレームに詰め込む感じです。キュッキュッキュッとね、はい、このキュッキュッキュを一周外側ぐーっと、はい、棒状にします。ちょっとめくり上げて、お、ね、キュッキュッキュッ、ね、これも一周です。はい、でとりあえずね、最後ね、もう外側も内側もキュッキュしました。土ももちろん入ってます、苗ももちろん配置は割ってます、バッチリ。でも最後に、もう一度だけ全体を必ず触ってほどいてあげてね、顔を出したりして、それぞれがちゃんと見えるように歯組みをねしてね、しながらね触ってあげてください。必ずね、埋もれてる葉っぱがないかなとかね、ほら花がなくてもこんなに豪華にねなるんですが、今日のテーマなのでちゃんと表情を、ね、出してあげてね、ちょっと解いてあげてください。そしたらはい、完成です。イエーイ、できましたね、完成。今日もちょっと引き出してみる、ほら大丈夫ね、こんな風に涼しげなね、ポトスで作る涼しげなリングバスケット、簡単に作れちゃいました。今日はね、タイトル通り誰でも簡単に作れちゃう涼感リングバスケット、こっそり教えちゃいますのコーナーでした、ね。これであとは、水を、まあ、しっかりやります。で、直射日光ね当たらないところで、ところの方がいいです、この場合ね。明るい日陰、部屋の中でももちろんいいです。ただね、管理がちょっと難しくなるので、玄関の外かな、直射日光を避けたそういう場所で飾ると涼しげでとってもいいでしょ、ね、管理も簡単、もう水やるだけでいいです、ね、なので、今日は簡単に作れちゃうリングバスケットでした。皆さんもぜひ楽しくこの夏を、過ごしてください。飾ってみてね。じゃあね、またねー。